こんにちは、あいなです。こんにちは、みなです。ナチャラジオ第8回目始まりました。イエーイ。はい、前回までは音声のみの配信だったんですけれども、今回からは映像もありで配信をしていきます。私のことを初めて見てくださる方がいるのかもしれないので、少しだけ自己紹介をしていこうと思います。いいね、名前はアイナです。そうだ、そっから行くの。はい。と年齢は高校1年生の16歳です。7月になったらセブンティーンになるのでお祝いを待ってます。カニ座で大型です。と、大型なので周りからはよく、超マイペースと言われます。大型関係ない、あなたのマイペース。いや、でも大型は、基本的に、みんなマイペースということになっておりますので。めちゃめちゃマイペース多い。はい、そうですよ。困ります。好きな食べ物はラーメンとか焼肉とか。でも辛いもの苦手だもん。やばいよ。そう、甘いもの好きなんですよね。はい、4つ目は YouTube を見ることです。クレヨンしんちゃん見ながら朝の支度したりとか、クレヨンしんちゃんとドラえもんとちびまる子ちゃんをよく見てます。はっきごみ音声だけの時は、顔がどうであれ、声だけ可愛くしとけばなんとかなったんだけど、そういうつもりのやつだ。違う、ね、俺が編集するとこ、そう超悪いじゃん。だけど、こういう動画になってしまうと、顔も作らなきゃいけない、髪の毛もちゃんとしなきゃいけない、メイクもしなきゃいけない、すごい大変だから、ちょっと頑張ろうと思います。そして私はウェイボーという、中国版のツイッターみたいなサイトに、英語で投稿、英語の動画を投稿しています。そう、アイナはね、英語が超得意だもんね。そうです。もうアイナといえば英語、そう、英語といえばアイナ、ね、はい、英語でしょ、アイナ。そうです、だから英語も素晴らしい英語でお話をしているので、もしよかったら見てみてください。今日も見てくれてありがとうございます。次回も見てください。バイバーイ。